本日は快晴です。本日はオリックスブルーウェーブ対読売ジャイアンツの試合の模様をここ広島市民球場よりお送りします。本日のブルーウェーブスターティングラインナップはこのようになっています。ピッチャー里中悟、キャッチャー山田太郎、ファースト坂田三吉、セカンド殿間和人、サード岩城雅美、ショート青空晴れた、レフト微笑み三太郎、センター真田一休、ライト不吉レイサブロー。ブルーウェーブの先発ピッチャーは里中悟。本日の調子はどうでしょう。俺の出すサインに首を振るな。たとえ投げたくない球でも絶対に首を振るな。信じて来い。もちろんだ。名君入りしたほど山田のリードに惚れ込んでいます。何でも時々山田を相手に投げる夢を見たり、間違えて他のキャッチャーを山田と呼んだりしてしまうこともあるそうです。ボール、ワンストライクツーボール。シンカー、ストライク。投げた、直した、ショートゴロ、アウト、ワンアウト。赤星、本日初打席、今日はどうでしょう。アウトカウントはワンアウト。投げました、引っ張った、セカンドゴロ、アウト。これでツーアウト。迎えるバッターは小笠原道弘。小笠原道弘、背番号2。一球目投げました、バットが回った、ワンストライクノーボール。第2球、高めいっぱい、投げた、ストライク、三球三振。小笠原道弘、全く手が出ない。先発里中悟、見事な立ち上がりです。本日のジャイアンツスターティングラインナップはこのようになっています。ピッチャー松坂、キャッチャー城島、ファースト松中、セカンド井口、サード小笠原道弘、ショート松井和夫、レフトローズ、センター赤星、ライトペタジーニ。松坂、本日の調子はどうでしょう。迎えるバッターは岩城雅美。上げたセンターへ、センター赤星難なく取りました。岩城雅美倒れてワンアウト。次のバッターは殿間和人。第1球投げた、出た、152キロ。目いっぱい、カウントはツーナッシング。
行ったか、打球は伸びる伸びる、このままファースト特大のアーチを描きました。ソロホームラン松坂、がっかり。次のバッターは坂田三吉。打ち上げてしまいました。センターへ、センター落下点、取りました。ツーアウト。迎えるバッターは山田太郎。山田太郎背番号。アウトカウントはツーアウト。大きく振りかぶって投げました。引っ張った、ファーストゴロ、アウト。これで3アウト、チェンジです。ブルーウェーブ、この回1点先制。この回の攻撃は4番カブレラから。バッターは4番指名打者カブレラ、背番号サブマリンモーションから投げた、打ち上げた、ライトへ、ライト落下点、取りました。カブレラ倒れてワンアウト。迎えるバッターはペタジーニ。第9入るか、打球は伸びる伸びる、ペタジーニ大きな当たり、ソロホームラン。この一発で試合の流れが変わるでしょうか。どうぞ、本日初打席、今日はどうでしょう。仕上げたセカンド外間和人、取りました。これでツーアウト。次のバッターは城島。背番号2。ツーアウト、ランナーなし。第9投げました、低めいっぱい。投げました、見逃した、ツーストライク。カウントはツーナッシング。投げました、ちょこんと当てました、ピッチャーゴロ、アウト。これでスリーアウト、チェンジです。ジャイアンツ、この回1点を挙げて同点としております。この回ペタジーニホームランが飛び出しています。ブルーウェーブ、この回最初のバッターは犬飼武蔵。高校時代はラフなプレーが多く殺人野球とまで言われた土佐丸高校出身です。土佐丸高校といえば打倒明君に燃えていろいろな作戦を繰り出していました。春の大会だったと思いますが、チーム全員が眼帯をして固めで決勝まで勝ち続けて、明君との対戦で初めて眼帯を外しました。これで里中の変化球に対する目を作ったというんですが、恐ろしい集団です。第2球空振り、ものすごいスイングです。大きく振りかぶって投げました、詰まった当たり、ショート落下点、取りました。これでワンアウト。バッターボックスに微笑み三太郎を迎えます。アウトカウントはワンアウト。
1球目、初球を打った、センター返し、2塁を送った。さあ塁に出ました。次のバッターは不吉レイサブロー。ジャストミート、ゲッツーコース、3、6、4、ダブルプレイ。たった1球で勝負が決まりました。ブルーウェーブ、追加点のチャンスを生かせませんでした。里中悟、まだ疲れは見えません。ジャイアンツはこの回8番松中から。振りかぶって投げました。シンカー、ワンストライク。第2球ボール、取れた。三遊間、セカンドへ。三遊間を破る素晴らしい当たりでした。井口、本日初打席、今日はどうでしょう。ノーアウト、ランナー一塁。投げました、アウトコースいっぱい。低めいっぱい。ランナー走った、セカンドへ、セーフ。取り成功。強肩山田をもってしてもさせませんでした。投げました、打った、セカンドゴロ、アウト。ワンアウト。迎えるバッターは松井和夫。先ほどの打席はショートゴロでした。ワンアウト、ランナー三塁、追加点のチャンス。投げました、低めいっぱい。三塁へ、セーフ。投げた、低めいっぱい。いった、大きい。松井和夫、大きな当たり、ツーランホームラン。里中悟、痛恨の一投。バッターボックスに赤星を迎えます。赤星、本日2度目の対決です。1球目、初球を打った、ショート落下点。取りました、赤星、倒れてツーアウト。バッターボックスに小笠原道博を迎えます。ツーアウト、ランナーなし。1球目、ストライクゾーンをかすめている。カウントはワンナッシング。ストライクゾーンをかすめている。カウントはツーナッシング。ストライク、三球三振。小笠原道博、これで
2打席連続三振。3回の表を終えました。ジャイアンツ2点のリード。松坂まだスタミナ十分。ブルーウェーブ、この回は下位打線からです。バッターは8番ショート青空晴れ、背番号6。1球目投げました。打った、ショートゴロ、アウト、ワンアウト。真田一休、本日初打席、今日はどうでしょう。アウトカウントはワンアウト。一球目投げました、ボール。大きく振りかぶって投げました、打ち上げてしまいました。ショートほぼ定位置、取りました。これでツーアウト。次のバッターは岩城まさみ。アウトカウントはツーアウト。第1球、これは際どい、ワンストライクノーボール。大きく振りかぶって投げました、入るか、打球は伸びる、伸びる、弾丸ライナーだ、ライトスタンドへ一直線、ソロホームラン。この一発で試合の流れが変わるでしょうか。高校卒業時は音楽の道を進むと目されていた田沼ですが、山田を高め直して野球がしてみたかったという理由でプロ入りを決意したと聞きます。1球目インコースいっぱい、投げた、当てただけ、サードゴロ、アウト、スリーアウト。その差1点と詰め寄ります。この回岩城まさみホームランが飛び出しています。里中悟、まだ疲れは見えません。ジャイアンツはこの回4番カブレラから。投げました、インハイ、第3球いい当たり、ショートゴロ、アウト。カブレラ倒れてワンアウト。バッターボックスはペタジーニ、先ほどの打席では見事なソロホームランを放っております。ワンアウトランナーなし、振りかぶって投げました、打った、センター返し、セカンドへ、シングルヒット。ジャイアンツ、さあここでバッターはローズ。1球目高め、ワンストライクノーボール。詰まった当たり、面白いところに飛んだ、ランナー二塁でストップ、ラッキーなポテンヒットでした。
バッターボックスは城島。追加点のチャンス。投げました。シンカー。ストライパン。2球目。伸ばした。ゲッツーコース。3、6、3。ダブルプレイ。これで3アウト。チェンジです。ジャイアンツ。追加点のチャンスを生かせませんでした。松坂まだスタミナ十分。ブルーウェーブはクリーンナップ3番坂田三吉から。バッターは3番ファースト坂田三吉、背番号01。投げました。見逃した。ワンストライク。カウントはワンナッシング。第2球打った。レフト前、セカンドへ。嫌なランナーを出してしまいました。次のバッターは山田太郎。ノーアウトランナー1塁。平成の名勝負となるか。投げた。ボール。2球目内側に外れた。投げた。詰まった。アウト。ワンアウト。迎えるバッターは犬飼武蔵。背番号03。投げました。痛烈。センター返し。三塁送球。シングルヒット。バッターボックスは微笑み三太郎。逆転のチャンス。直した。ゲッツーコース。3、6、4。ダブルプレイ。スリーアウト。里中悟、ほんの少しですが制球の乱れが感じられます。ジャイアンツ、この回は下位打線からです。バッターは8番ファースト松中、背番号3。サブマリンモーションから投げました。打ち上げた。ライトへ。ライトほぼ定位置。取りました。これでワンアウト。次のバッターは井口。セカンド井口、背番号7。第1球投げた。ボール。ボール1。シンカー。タイミングが合いません。投げました。詰まった。取りました。ツーアウト。バッターボックスに松井稼頭央を迎えます。先ほどの打席では見事なツーランホームランを放っております。ツーアウトランナーなし。振りかぶって投げた。空振り。第2球
打ち上げてしまいました。レフトへ、レフト落下点、降りました。松井和夫倒れて3アウト。5回の表、ジャイアンツわずか3人で攻撃を終えました。松坂まだ疲れは見えません。ブルーウェーブはこの回7番不吉レイサブローから不吉レイサブロー、本日2度目の対決です。投げた、ストライク、タイミングが合いません。カウントはワンナッシング。大きく振りかぶって投げた、引っ掛けた、ショートゴロ、アウト。これでワンアウト。バッターボックスは青空晴れた。アウトカウントはワンアウト。第1球、空振り。第2球、打ち上げた、レフトへ、レフト、ローズ、取りました。これでツーアウト。次のバッターは真田一休。ランナー二塁を狙う、セカンドへ、一塁へ、二塁へ、アウト、スリーアウト。広島市民球場、5回の裏を終えまして2対3。里中悟、そろそろ疲れが見え始めてきたか。ジャイアンツはこの回2番赤星から、赤星本日3度目の対決です。第1球、低めいっぱい、見逃した、2ストライク。サブマリンモーションから投げた、ストライク、三振。決め球はシンカー。迎えるバッターは小笠原道博。ワンアウトランナーなし。振りかぶって投げた、初球を打った、レフト前、レフト、微笑みサンタロー、追いついた。これでツーアウト。次のバッターはカブレラ。投げた、高めいっぱい、第2球、投げた、いったか、どうか、カブレラ一発が出ました。ソロホームラン、里中悟がっくり。バッターボックスは高樹、2アウト、ランナーなし。タイミングが合いません。第2球、見逃した、2ストライク。ジャストミート、1・2塁間、2塁送球。本日3安打目、
これで猛打賞獲得です。ジャイアンツ、さあここでバッターはローズ。投げた、痛烈、センター返し、ランナー二塁でストップ。よく引きつけてうまく打ちました。次のバッターは城島、追加点のチャンス。投げた、いった、大きい、城島、大きな当たり、スリーランホームラン、サトナか、サトナ、バッターボックスは松中。我慢できず交代です。すまん、あとは何とか頼む。まだ終わりない、チームを信じて抑えるわ。に変わりました、国滝たまみ、背番号。好きなすぐそばに欠点もまたある、そこをついていくぞ。山田さん、あなたにお任せします。アウトカウントは2アウト。第9球投げました、直球、タイミングが合いません。大きく振りかぶって投げました、ストライク、思い切ったスイングです。カウントは2ナッシング。ストライク、三振です。大胆なピッチングで三振に取りました。ジャイアンツ、この回さらに4点の追加点を加えております。松坂、ちょっと疲れが見える気もします。5点を追うブルーウェーブ、この回の攻撃は1番岩城まさみから。先ほどの打席では見事なソロホームランを放っております。2球目、速球、ストライク2、スリーバント、3塁線、ランナー2塁を狙う、嫌なランナーを出してしまいました。バッターボックスは外間和人。平成の名勝負となるか。投げました、打ち上げてしまいました、センターへ、アウト、二塁へ、ワンアウト。高校時代、坂田が所属していた通天閣高校は名君が上昇を誇っていた時代に一度だけ甲子園で優勝しております。とは言っても名君を破ったわけではなく、上昇名君を破った連携高校に勝利し、見事優勝旗を手にしたというわけです。ランナー走った、二塁へ、アウト、盗塁失敗、ツーアウト。投げました、打った、
サードゴロ、アウト、スリーアウト。2対7、試合は中盤6回を終えまして終盤に入ります。ラッキーセブンでございます。ジャイアンツファンの皆様、なお一層ご声援くださいませ。ジャイアンツ大きく点差を広げております。この回の攻撃は9番、井口から。セカンド井口、背番号7。1球目、シュート、ストライクワン。カウントはワンダッシング。投げた、打ち上げてしまいました。取りました。これでワンアウト。次のバッターは松井和夫。松井和夫、背番号。ワンアウトランナーなし。第9球打った、ライト前、セカンドへ。さあ塁に出ました。迎えるバッターは赤星。先ほどの打席は三振に倒れています。投げた、アウトコースいっぱい。ランナー走った、二塁へ、セーフ、盗塁成功。投げました、ストライク、三球三振。赤星、これで2打席連続三振。今日はまだ快音が聞かれない小笠原道弘。ツーアウト、ランナー二塁、追加点のチャンス。ボール、タイミングが合いません。打った、ショートゴロ、アウト、スリーアウト。ジャイアンツ得点圏にランナーを出しましたが、惜しくも得点は得られませんでした。ラッキーセブンでございます。ブルーウェーブラッキーセブンの攻撃に入ります。松坂、ちょっと疲れが見える気もします。5点を追うブルーウェーブ。この回の攻撃は4番山田太郎から。キャッチャー山田太郎、背番号02。大きく振りかぶって投げた、ボールは高く上がった、ライトへ、エンタイトルツーベース。バッターボックスは犬飼武蔵。ノーアウト、ランナー二塁。投げた、低めに外れた。カウントはノーワン。いい当たり、ライトバック、ランナー三塁でストップ、シングルヒット。バッターボックスに微笑み三太郎を迎えます。微笑み三太郎、ここでレオン監督出てきました。大島大輔の登場です。選手の交代をお知らせいたします。微笑み三太郎に代わりまして、ピンチヒッター大島大輔、背番号98。1球目当てただけ、ショートゴロ、アウト。
今日はまだ快音が聞かれない引き継ベイサブロー。引き継ベイサブロー背番号09。アウトロー。投げた。バットが回った。タイミングが合いません。外側に外れた。4球目残した。一塁線バックホーム。シングルヒット。バッターボックスに青空晴れたを迎えます。青空晴れた、本日3度目の対決です。満塁。まだワンアウト。投げました。打ち上げてしまいました。アウト。これで2アウト。次のバッターは真田一休。ボール。まっすぐできました。ワンストライクワンボール。三塁へ。セーフ。まさに無念無双の構え。三塁へ。アウト。これで3アウト。チェンジです。ジャイアンツが2対7でリードしています。ジャイアンツ大きく点差を広げております。この回の攻撃は4番カブレラから。先ほどの打席では見事なソロホームランを放っております。投げた。いったか。打球は伸びる伸びる。カブレラ大きな当たり。2打席連続ホームラン。国立玉見。次のバッターは手田十二。ノーアウトランナーなし。投げた。低いフライ。ショート青空晴れた。取りました。ワンアウト。迎えるバッターはローズ。先ほどの打席ではセンター前ヒットを放っております。打った。センター返し。二塁を振った。本日3安打目。これで猛打賞獲得です。バッターボックスは城島。投げました。打った。ゲッツーコース。6、4、3。ダブルプレイ。ブルーウェーブ6、4、3のダブルプレイに取りました。たった1球で勝負が決まりました。ジャイアンツこの回さらに1点の追加点を加えております。この回カブレラホームランが飛び出しています。松坂相当疲れているのか肩で息をしています。6点を追うブルーウェーブ。この回の攻撃は9番真田一休から。大きく振りかぶって投げました。ボール。投げました。アウトコースいっぱい。
大きく振りかぶって投げました。打った、ショートゴロ、アウト。これでワンアウト。バッターボックスは岩城まさみ。アウトカウントはワンアウト。大きく振りかぶって投げました。速球ワンストライク。バットが回った、思い切ったスイングです。3球目ストライク、三振。最後は変化球で三振に取りました。バッターボックスに殿間和斗を迎えます。殿間和斗、本日3度目の対決です。平成の名勝負となるか。大きく振りかぶって投げました。ボール、カウントはノーワン。投げました、バットが回った。カウントはワンエンドワン。大きく振りかぶって投げた、セーフティーバント。あと殿間和斗倒れて3アウト。広島市民球場、8回の裏を終えまして2対8。国立たまみ、まだ疲れは見えません。ジャイアンツ大きく点差を広げております。この回の攻撃は8番松中から。投げました、打った、センター返し、二塁送球。ジャイアンツこれで13安打。バッターボックスに井口を迎えます。井口、本日2度目の対決です。ノーアウト、ランナー1塁。投げました、外角高め、ボール。カウントはワンエンドワン。投げました、打ち上げてしまいました。アウト、ワンアウト。次のバッターは松井稼頭央。松井稼頭央、背番号7。第9球打った、ライトバック、フェンス直撃、ランナー二塁でストップ。松井稼頭央、猛打賞達成です。次のバッターは赤藤、追加点のチャンス。これは際どい、カウントはワンナッシング。引っ張った、一、二塁間バックホーム、シングルヒット。バッターボックスに小笠原道博を迎えます。小笠原道博、本日2度目の対決です。ジャイアンツチャンスが続きます。アウトコース、2球目、
ジャストミート、ゲッツーコース6、アウト。これで2アウト。バッターボックスにカブレラを迎えます。先ほどの打席では見事なソロホームランを放っております。第1球打った、ライト線スタンドに入りました。埼玉はカットしていきたいところ。打った、右中間、ホームイン、バックホーム。右中間を深々と破るタイムリーヒット、ジャイアンツ。さあここでバッターはペタジーニ。投げた、いった、大きい、ペタジーニ、大きな当たり、満塁ホームラン、見事なグランドスラム。バッターボックスはローズ、今日は4打数3安打と当たっています。我慢できず交代です。私の力不足でした、すみません。これ以上点差は開かせないぜ。好きなすぐそばに欠点もまたある。そこをついていくぞ。おめえもしかしいろいろと考えるもんだな。アウトカウントは2アウト。いったか、打球は伸びる、伸びる、ランナー二塁を狙う、シングルヒット。次のバッターは城島。投げました、ジャストミート、ファースト真正面、アウト。ようやくスリーアウト。広島市民球場、9回の表を終えまして2対13。松坂、すでに体力の限界か。さすがにそろそろ交代でしょう。ブルーウェーブ、大きく点差をつけられております。この回の攻撃は3番坂田三吉からブルーウェーブ、最後の攻撃となるか。引っ張った、1、2塁間、2塁送球。さあ塁に出ました。次のバッターは山田太郎。ノーアウト、ランナー1塁。投げた、外側に外れた。投げました、空振り。打った、ゲッツーコース、4、6、3、ダブルプレイ。ジャイアンツ4、6、3のダブルプレイに取りました。一瞬にしてチャンスがなくなりました。迎えるバッターは犬飼武蔵。あとワンアウト、犬飼武蔵、最後のバッターとなるか。
打った、ファーストゴロ、アウト、試合終了です。松坂無四球完投勝利です。負け投手は里中悟。ブルーウェーブ、いいところがありませんでした。本日はここ広島市民球場よりオリックスブルーウェーブ対読売ジャイアンツの模様をお送りしました。